皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが2月27日に配信した火曜日恒例の予言の6回目をご紹介します。今回もカットが必要でしたので、ノーカット版はメディアブルで公開します。2024年2月27日の予言。フッ素を入れるプロセスについてアメリカで訴訟が提起されており、また外国でも同様の動きが起きています。フッ素についてはご存知の通り世界的に有害物質として禁止されています。匂いも味もなく骨や歯を強くするものとして知られています。そのような有害物質が水の中に化学工場などから垂れ流されてきました。それが認知能力や感覚そして視覚に悪影響を及ぼしています。ドイツでもそのようなことがあり悪魔の所業と言うべきですが、甲状腺など体内にカルシウムが溜まることになり、コミュニケーションに異常をきたします。精神を司る消化体は第三の目とも呼ばれ、霊感や直感を感じる器官です。それは脳の中で松ぼっくりのような形をしておりバチカンにもそれをかたどった像があります。古代から消化体には魂が宿ると信じられてきました。そして創造主や神ともつながる器官でもあり、闇側はそれを阻止したかったのでしょう。今フッ素の漏洩をめぐる訴訟が起きていますが、なんとかこのようなことを止めて人々が健康に生きていけるようになってほしいものです。アメリカでフッ素を水に混ぜる方法が確立されたら人々を愚鈍化するために世界に広がりました。このようにして人々のレベルを下げているのであり決して良いわけがありません。ウォルマートなどで売ってる浄水器でフッ素が除去できるのかといえばそうではありません。分子同士が固く結びついているため特別なフッ素除去用のフィルターが必要です。逆浸透膜かバーキー社の特殊フィルターならろ過できるでしょう。アメリカの水道水にはすでにフッ素が混ぜられており、公式には否定するものの政府の規制によりフッ素を水道水に入れなければなりません。さもないと罰せられます。政府は塩素が水道水に含まれていることを言いません。それは入っていて当たり前だからです。鉛などの有害物質が混じっていれば公表するかもしれませんが、フッ素については1940年代や50年代から混入しているので今更言う話でもないと言いたいのでしょう。これから何十年経ってもフッ素は歯に良いなどと思っているのでしょうか。フッ素を取りすぎると歯にシミができ、その謎を掘り下げてみるのもいいでしょう。以前地震の予言をしましたがマグニチュード 5.8 の地震が中国の浙江省の北東部を襲いました。前々から中国や太平洋周辺での地震を予言していましたが実際に起きてしまいました。チリの近くではマグニチュード 6.3 の大きめの地震があり、幸いなことに津波などはありませんでしたがスピリットによれば海底は休まる暇がないそうで、私に見えた海底が割れるビジョンや水が様々な方角に動き津波が起こる光景については1週間ほど前に出した気象予言で解説しています。そこでは私が開発したマップスクライングという手法で、どこでどのような出来事が起こるのかを予言しています。まだ見ていない方はぜひともご覧ください。いくつもの州の上空で巨大なファイアーボールが目撃され予言が的中しましたというコメントをいただきました。私がこの特定のイベントを予言したかどうかまでは覚えていませんが、確かに多くの空で起こるイベントについて予言しています。メキシコシティ周辺で群発地震が起こると予言しましたが実際に大規模な火山噴火がありました。噴煙は2マイルもの高さまで吹き上がり、メキシコシティ周辺で地殻が活発に動いていることがわかります。スピリットの言っていた地震が近づいているのがわかります。アイダホではマグニチュード 4.9 の地震がありました。今回気象についてはこのくらいにしておきましょう。今ワールドエコノミックフォーラムはペットを捨てるよう推奨しています。
ペットが地球温暖化を引き起こしているといい、牛だけでなく犬や猫のゲップまでもが温暖化の原因とされ、次は私たち人間が標的にされるのでしょうか。もうすでに闇側は人口削減を始めており、ヘンリー・キッシンジャーがまさに人口削減の旗振り役だったのをご存知でしょう。皆様は彼らの言う通りペットを捨てるのでしょうか。そんなことはさせないと思います。闇側は病的な企てをしており、インドでは農民が立ち上がり彼らを追い出そうとしています。闇側は私たちに食料を与えず、ビル・ゲイツは食料を統制しようとしてきます。自分たちが消したい人を消し、生かしたい人だけを生かすのです。彼らは発狂したサイコパスであり、レプタリアンかもしれませんが人間とは思えない激しいレベルでの暗くて邪悪な存在です。ニューヨークはこれから移民に1万ドル支給するそうですが、次の選挙で民主党はどうなるのでしょうか。彼らは文字通り退役軍人をホテルから追い出し、代わりに不法移民を入れているのです。またニューヨークでは政府によって授業はリモートで受けるよう強制され、不法移民たちを高校に収容しているのです。リモート授業は最も良くないものであり、子供たちには友達と遊ぶことが必要であり、教師と共に教室で学ぶべきなのです。1万ドルあれば何ができるでしょうか。私もそれだけの資金があれば色々なものが買えます。私も外国語ができれば今から国境に行って1万ドルをもらいに行くこともできるでしょうね。スピリットは移民について言えばこれから南部国境で偽旗が大いにはためくことになると言っています。それはもちろんテキサスのお話ですが、以前から麻薬組織との戦いが繰り広げられると予言してきました。どうか警戒してください。シンデレラ城を見てみましょう。今ディズニーは炎上しています。ディズニーは映画事業をソニーに売却しました。去年からディズニーは凋落して事業を切り売りせざるを得なくなるとお伝えしてきました。ソニーは中国の持ち物ではないのでしょうが、たった今そのような感覚が脳裏を横切りました。ディズニーランドのシンデレラ城で火事があったそうですがとても小規模だったようです。ですがこれが前兆でもあり、来年にかけて多くの出来事がディズニーランドで起こると思われ、もう人々は休暇で遊びに行くのをためらうくらいになるようです。その結果2025年にはディズニーは大きな損失を出すでしょう。まだ何が起こるのかまではわかりませんが、多くの出来事があるようです。これから3月の予言もお届けするつもりです。それから上流階級や不思議な映像についてのライブも配信しようと思います。皆様からお便りや贈り物をいただきありがとうございます。先日配信した瞑想の動画もご視聴いただいております。それでは皆様また近いうちにお会いしましょう。人生を祝福し他人に親切に接すれば人からも優しくされます。自分に対し大胆に親切に誠実でいてください。ナマステ。いかがでしょうか。フッ素は歯医者に行くとしつこく勧められますよね。これに関しては動画を作ったのですがこちらではなくメディアブルにあります。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。